皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。はい、というわけで今日もやりましょう、マリオプラスラビッツギャラクシーバトル。さあ今日なんですけどね、枯れた噴水山へ向かえってことで、前回ね花ちゃんの列車に乗って、新しいエリアまでやってきました。ということで今日はねここのエリア進めていこうと思うんですけど、まず最初にここになんかイベントあるのでやりましょうか。どう直せばいいんだっていう、なんか列車が壊れちゃったらしいんだよね。どまい、どうする？なんかスパーク手に入るクエストだと思うんだけど、これおー、これはこれは我が愛しのジェニーとご一行。実は列車のメンテナンスしようにも修理ステーションへの線路が塞がれてまして、なん、あら、どうするよ。あ、出たスパークス、毒座サマナだって。列車が動かない、僕に手伝わせてーって、ピーって笛吹きそうなやつ。しかしいくら汽車が好きだといえば、あのトゲばかりはどうもできますまーい。どうするよ。それなら僕たちが手伝いますよ。スプリンクルの力を借りればあのトゲトゲもどうにかできるはずです。攻撃ボタン連打するやつね。オッケー。なんと頼んでよろしいですか。はしごからトゲに近づけるでしょう。しょうがねえ、やってやるか。さて、なんかミニゲームみたいな感じなのかな。さて列車に乗っていった船長はパッパパパパピポーンと、行きます。さてメンテナンスも大切にということで、このクエストやっていきましょうか。これ乗ったらいいの？いや、どうすんのこれ。わからへん。入るか、とりあえず。入ったらいい感じのとこ行く？ここでいいの？え？ちょ、待って、本当に違う気がする。本当に違う気がするけど。あー、いいのか、これで。良さげっぽいわ。ボン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 。さあ、やってきました。とりあえず、こうやって、ボフンと道作っていけば。え、でもトゲはさ解除できてないわけやけど、どうするんでおっしゃいましょうか。え、あ、道がないと思ったけどある。なんだここは、どうなってんだ。あ、道があった。全然わからんぞ、どこ行けばいいか。もうマジでわからんけど、なんかノリで進んでます。今私ダイドゥーラ、ダイドゥーラはノリで進んでますが、とりあえずほらこれなんや。とりあえずピッてしといた今。ピッてしといた今。これどうやってな、こっち行けんのかこれで。はい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 。さあ、なんかなんとなくで進んでます。いい感じです。来ました。あのトゲが邪魔なんだ。汽車でぺちゃんこにしてやればよかったのにねっていう。任して俺のパワーで。おら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 、ぶっ壊れろ。あ、ちょっと前進めるようになった。これ3箇所壊すんだ。実にめんどくさい。実にめんどくさいがやりましょうか。はいはいはい、やってやろうぜ。はい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 。じゃとりあえず謎解きしたら、でもスパークス仲間になってくれるって考えたら、だいぶ楽なクエストですよね。はい。さあ行って戻って発射でドーンってやって。ここどこ？敵がおるな。今日の初バトルやっとくか、せっかくだし。まあ、今日初クエなんでさっとやっちゃおうと思いますが、まあ、クリボーを全部やっつけろっていうクエストですね。6体やっつけろってやつ、めちゃめちゃ簡単なんで、まあ、バト終わらせましょうか。まあ、久しぶりに楽しくやろうよみんな。楽しい時間だみんな。全部来る？全部おいでよー、あっちまでー。というわけでこれで6体全部がやっていきますよ、この辺に。これめっちゃ簡単だよな、このクエストね。鼻ほじてでもクリアできるクエストです。ありがとうございます。ねえ、ゴミはゴミ箱へ。ゴミはゴミ箱へっていうクエストですね、これは。要は。うわーってね。まあなんかね、なんとなくというか、このクリボーはね、よいしょ、外に進んだけ倒せないのと、今回のラビットピーチとか、あー、ちょっと何してんの君ら。ねえ。ラビッツピーチとか、このラビッツマリオエッジはスライディング回数とかで2回3回とかできる子たちで揃ってます今回。イエイ、スライディーンズです、スライディーンズ。めっちゃ簡単だったなこれ。はい、なんかこれ Y ボタン連打してさ、適当にもう1回プレイを一生繰り返せば一生俺強くなりそうな気もするけど、そんなことではしません。はい、さてこれはどうなってるんだ？またこれをピッてやるのかな？え？これどういうこと？これ本当にこのステージ。今のをピッてしたことによって、上の道は通れるようになった？はい？はにゃってなるけど、これ大丈夫？これ。ああ、いいのか、これで。はい、じゃあ道がまたできて、
こんにちは。来たよ、二つ目がここ。はい。またトゲがあるの？大きさを邪魔するなんてっていう、ぶっ壊してやろうぜ、ほら。よし。さあ、これで花ちゃん列車のやつ、二つ目。解除完了です。まだある。あと一個。なんか前に丸っこいのあるけど、これ。ね。さて、三つ目のダークメスのトゲを片付けようです。えいっと。持っていきましょうか。え、これ下でいいのかな？これ、こんなはめるとこあったっけっていう、ちょっと俺の中の不安しかないんやけど、まあ、こっちの方か。え、これだよな、絶対。なんかでっかいのある、あれ何あれ。ね、ラビッツなんかさん。あ、B の黄金像だ、あれ。すげえ、あー、この足元にあったよ、よく見たら。で、足元出ていく。あー、ここからいける。よし。ピッとや、はめ込む。B がレスリングやってた時代のやつかな。一般人 B はテラフォールの製品をかなり大げさに広告しているみたいです。そうなの？個体広告？限定蜂蜜パックの効果で全宇宙レスリング大会の金メダルを取りました。なんて本当でしょうか？で、蜂蜜パックのおかげだっていう、みんな買うしかないね。すげえ力が手に入る。怪しい薬です。これを飲むと元気になる。買います。皆さん。さて、ちょっと待ってね。こちら側。道がね、あそこに、おっと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 、絶対なんかあるシリーズで来てましたね、ここ。ねえ、これ何これ。ドゥルルルルルってやったけど。別に何もせんでも行きました。行きました。あとは時一つだけど、それを片付けたら列車は発車できるんだってやって。さあ、これで全部、復旧完了です。オッケー。よかったよかった。あの紫のやつがあるところにはだいたいね、あの今みたいに不思議なやつ使って、隠しブロック探せばいいからね。あら、ようやく終わりだと思ったのにな。何でもありませんってことは、やっぱこれクリアしないと、あのダークベス片付けないとダメってことだよね。しゃあねえなー。ちょっと嬉しい。バトルがあってちょっと嬉しい。行ってくっか。しゃあねえなー。もう助けて、ダークベス溜まり乗せて列車が危ないんだ。しゃあねえなー。さて、列車を止めろ。ゴールエリア目指すえ。だって。え？どうすんのこれ。ちょっと待って、待って待って待って。どういうことどういうことどういうこと。これスイッチ入れなあかんやつちゃうこれ多分。ねえ。え、どういうことやこれ。だって、なんかびっくりマークついてんもんな、ここ。これ。これ何でいい？ちょっと待って。ちょっと待って。わからんですわ、これ。いっか、一回このメス行ってみるか。とりあえずスイッチ押してみるか。こっち。おー。いいこと。あー、そこの道も開かれたんだ。で、次はあっち押してねっていう。だから、一旦とかで終わると思うなやってやつね、このステージ。全部理解。OK。OK、Google ダイダラですってやつ。で、これどうするよ。で、一旦友達呼ぶ？集まっとく？いや待って、パーティーする前に、パーティーするけど、パーティーするならみんな呼ぼうよ、ちゃんと。なあ、この辺でいいか。みんなおいで。みんなおいでよ、ここに集まっておいで。逃げよう、すぐ。うん、逃げよう。これやったらやばい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 、やばいことなってる。怖いよー。どうしようどうしよう。逃げるぞ、逃げろみんな。これはピンチ。逃げたい、逃げたいけど、どうなる。あたた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 たすごいことなってる、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 すごいことなってる。あだだだだだ、待って、ラーメンスピーチ、またケツが焼けた、ケツがすごいことなったわ。お尻が大変よ。さあ、お尻が大変ピーチ。ちょっとむせちゃった。お尻が大変すぎてむせちゃったけど。さて、もうこいつやっつけるか、毒で。いいや、もうめんどくせえし、こんなすぐ出てけえへんや。毒は有効でしたね。はい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 。さあ、なんだかんだ言っていきなり、えげつない攻撃をしてしまった僕たちですが、ね、どうしましょうこれ。ちょっとエッジ君、エッジ君、君足遅いね。
本当。エッチ君、エッチ君ちょっと一旦これあそこのスイッチ押せないっすか、エッチ君。エッチ君ちょっと足んないやつですね、これ足んないやつ。いやここでターンエンドしとくか。でもねちょっとめんどくせえからやっちゃおうかな、キノコアイテム使ってこれ。どうかな。はい、スイッチこっち。オーレイ来ました、オーレイ、新しいとこオーレイ。なんだこれオーレイ、めちゃめちゃ広がるオーレイ。あっちのスイッチ押しに行こう。これ何のあのブロック、みんなあのブロック何のブロックあれ。あーこれあれか、ジャンピングマシンブロックか。全然オケマンジって感じ。はい、じゃあとりあえずちょっと待って、やつをパンチしとくか。一回嫌がらせだけしとこう、嫌がらせ好きやねん。あっ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 敵がいるんだそこ。やべえ、ストゥージがやばいやばい。え、ここパパ鬱陶しい、あいつ許さん。やべえ、敵が出てきます。やべえです、これやべえです、やべえです、やべえです、やべえです。ちょっと待って、思った以上に出てくる。思った5倍ぐらい出てきて、俺ちょっと焦った。ダラピンチ来ました、ダラピンチ。これ一旦奥のやつを殴り飛ばしていいとこだけど、一旦待とう、これ。待とうじして、ちょっと待って、一旦これどうしようかな。一旦飛ぶか。ウェーイ。やっとかんとまずいやつですね、これ。よいしょ、一旦ね、こいつ。お前をぶっ飛ばしておこう。許さんパンチ。二回しかできへんかった。ほら。スーン！容器！どうしよう、これ。向こう側行きたいな。でも次のターンでいいか、そこまでやるのは。いや、こいつやっつけるか。さすがに、さすがに敵の数多すぎる、これ。これやばいと思う。普通にやばいと思う。さあ、ザコ敵ボム兵くん以外はもう全部やっつけたかなと思います。よし。まあ、これはボンボンボンバーンってしとこうか。いいでしょ、エンジンと2人でちょっと回復だけしとこう、これで。よし、さあターンエンドしていきましょう。さあ何が出てくる、大体ボム兵だと思う。違う、ストゥージ出てくんのかよ。まあいいや、こっちは飛ばしていくわ。外してんのかよ。当てろ。ボム兵じゃないの。え、ボム兵じゃないんだ。だーい。ラビッツマリオマジ火力だけが全然いけるわ。もうやばいな、これ。え、めんどくさいな。あ、お前も出てくるよ、タイガー先輩も。全部ボム兵だと思ってたけど、あ、ボム兵も出ます。ボム兵も出ます。もちろん。もちろん出ます。これ、当たりそうです。怖いです。ボム兵怖すぎる。助けてもらっていいですか。やばっ！痛い。マジでめんどくさい、これ。あかんやろ、これ。いや、それコンボやん、それ。危ない。生きてる。俺、生きてるか、俺。危なく、怖すぎる。マジで怖いけど、これ。おう。呼ぶか。怖すぎ。マジで怖い、これ。どうしよう、これ。あそこのタイガークローに全部投げるか、これ。ムカつくし、あいつね。えい、ゴミはゴミ箱へ、ゴミはゴミ箱へ、ゴミはえい、ゴミ箱へ。もう一回、もう一回やろうか。はい、よし。さあ、ゴミはゴミ箱へ送りまくっておこうか、とりあえず。ねえ、おい、もう一個ぐらいはあっちに投げた方がエコだったかもしれん。あ、でも届かへん。まあいいや、よし。さて、マリオくん、どうしますか、君たち。弱点エレキだよな。まあ、風でもいいか、別に。いや、もう、普通のパンチやっとくだけで、こいつら多分、弾け飛ぶよな。まず、かまして、オーケアーだ、すごいやつ、すごいやつ、すごいやつ。よし。これはこれでいいとして、え、どうしよう、これ意外といけるとこが可動域が少ない。これピーチとエッジでなんかうまくできんかね。ねえ、いい的な、届きそう。お前すごいな、機動力すごいな。ねえ、よし、まあいいけど。
まあまあとりあえずここね。よし。ここ。よしよしよし。ちょうどわかる？土管も入れて、かつ敵もスライディングでできるっていう、ちょっと体力残ってます。体力が残りました。すいませんでした。さあスイッチポチ。まだ続きます。もうゴールでええんちゃう？あー、ゴールまで来ました。いや、大変ね、このステージ。よかった、よかった。さあ、あれ、あと帰るだけなんだけど、一応、ちょっとラビッツピーチ、そいつだけやっつけてもらってていいっすか？ラビちゃん。スタピース回収しておきましょう。いや、このステージ、ちょっぴり厄介ですね、ほんと。一応、これ使って帰れるっていう。優しさはある。テストロー生き返るけど意外と遠いっていうな、これ。はい、行けるところはすごいあるんだけどね。でもエッジだけやん、ジャンプできなと。でももうあかんわ、ターンエンドやこれ。でもエッジなんかもう歩いて帰れんか、これ。このターンでもうめんどくさがり、ダイダラくん。エッジ行け、エッジ。あ、エッジお前ってやつはよ、これしかねえじゃん。可能性ってやつ広がるんだよ、これで。うん、いけるかな、エッジ。届くしゃ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 。今もう一個アイテム使おうかなって思っちゃったけど、エッジくん見事ゴールです。はっへい。なんやこの修理するとこまで行くの大変なステージは。はあ、でもということで、これは完了でした。スライディングいっぱいできてよかった。でもちょっとめっちゃむずかったな、今回のステージ。ボム兵大量に出てきてて、なった？はい、クイクイクイ。なった？カンコンカンコン。どこな、なあ、キラキラ磨いてお掃除もやります。わーい、花ちゃんのマシンがこれで治った。よかった、ピカピカやん。以前より輝いてる気がしますが、すみません、なんとお礼もしていいやら。いいよ、今すげえワープせんかった君。僕からもありがとうって言わせて。汽車の運転席乗るの夢だったんだよ。サリバン、お仕事忙しそうだし、君たちについていってもいい？さらばいいよ。ではここで失礼しましょうね。花ちゃん鉄道ごひいきにーっていう。オッケー。さあ、メンテナンスも大切にーってことでクエストクリアです。レベルは上がらん。ちょ、もうちょい上がりそう。さて、ドグーザ様なんて新しいやつが、仲間になりました。どういう効果だろうか。君は24体目。ドクーザを呼び出す。俺さ、この召喚系って俺怖いんだけど、マジで。もう怖いよ、本当に。大丈夫かな。一応あげ、使う？一応、うん、一回ぐらい。タイガークローは呼んだらもう地獄だったけど。いや、おめえはさすがに大丈夫か。うん、信じるか。信じる者は救われる。俺はダイダラよろしくなってやつ。いいね。それ、ドクーザ呼んで。よーし。さて、ルールとりあえず5にしときました。まあ、強いよ。700ダメージ与えるっていう。もう、有能やもん。どう考えても。じゃあね、とりあえず、どうしようかな。春風、オーラ、ウェーブ。ウェーブ消しとくか。これでいってみるか、一回。うん。どっかで使ってみよう。よし、ありがとう、スターピース。はい、さてさて、ちょっと寄り道しかしなかった俺たちの人生ですが、どうしようかな。ちょっと先に、あの赤コインやりてえな。よー、飛び込めー。うここはどこだ、はしごを下ろそう。昔来たことあるとこか、これ。ねえ。これ、毒ウザいっぱい倒してくれたやつだっけ、確かこれって。毒ウザが出てきて、すごい顔してたよって。ああ、そうだそうだ。ここ来たことあるとこだわ。なるほど、上田世界だったんだね、列車でグーンと思って。はい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 、行ったことあるところの上だったから気づいてなかったんだ。さて、ちょっとこれやっちゃおうか。一回赤コインチャレンジ、赤コインチャレンジ。どこ赤コイン、じゃ赤コイン、あー、あんなとこにあった。これ絶対もう無理です。でも俺は諦めない。可能性を信じろ。で、ね、可能性を信じろ。うーん、あとどこ、あっち、あー、あと2枚足りんかった。うん、オッケー、道順を覚えた。赤コインチャレンジ再始動、いきます。このゲームは X ボタンでキャラクター走らせることができますので、しっかり走らせてからくるっ
っと回ってゲットだぜ。よしよしよし、意外と難かったぜ。痛い、難けたって。さあプラネットコイン獲得。プラネットコインも前回いっぱい使ったからもうないです。ウェイ、いいじゃねえか。よし、こんなご褒美のために頑張ったんか。つらったんでしたね。さて、じゃあちょっとね、進めていきましょうか。こっち側だけど、いきなりもう道塞がれてるけど。あ、これで連打すんのか、これ。ボボボボボ、シェイク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 。さあ、シェイクして、これ洞窟の中に入ればいいのかな。ここ行けるか、行けないか。よし。入っていきましょうか。噴水山の中へ。ここか、新しいダンジョンです。ちょっとむずそうやな。多分今日でクリアできないと思うから、半分ぐらい。進めれるところまで行っちゃいましょうか。さあ、枯れた噴水山。うん、なんだ、どうした？で、クックルクローダ、助けてー！ビールのために炭酸ドリンク作りたくて来たんだけど、クックルクローダだらけなんだよ！お願い、クックルクローダ3体やっつけてくれ！いいよ。クックルクロー、今いたやつらで、ね、もう、あのタイガークローの親戚。強いね、マジで。さて、では行ってみましょうか。敵を倒せ、4体の敵をやっつけるだけのクエストです。あー、もうめちゃめちゃ簡単なやつになってる。じゃちょっと呼びますか、敵さん呼びますかね。多分呼べないか、これ。どうしようかな、これ。向こう側でやっつけた方が多分エコロズイですよね。多分ここまで来れないと思う、やつらが。よし、じゃあね、ちょっと追っかけてあげますか、せっかく。君はもう、君だけ捨てとこ。もう捨てれるもんはもう捨てときましょう。ゴミはゴミ箱に。ゴミはゴミ箱にですよ、皆さん。はい、敵さんも一旦ね、もう呼んどきましょう。ここに別に呼ばんでもええかもしれんけど、呼んどきましょう。めんどくさいんで。はい、集まれやす、集まれやす。して、はあいつ来ねえけど、なんであいつ来ねえの。屈強な意志を持っている、自我を持っているから、あいつ。どこ行くで、これ、もっとゴミはゴミ箱へ。よし、素晴らしい、その意志。で、こいつ毒弱点だっけ、こいつって。確か。ちょっと一応チェックね。あ、毒弱点じゃん。ピーチを殴るより毒でやった方が強い、多分。よく毒毒でアタック。はい、ドック。ドック。はい、ドック。よし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 。さあ、エッジ君呼んでくるか。いや、これ、ストゥージ一回出すか。ねえ、あ、ドクーザだ、ドクーザ。ちょっと待って、一回でもエッジ呼ぶか。エッジ。エッジがとりあえず、攻撃力はあるけど、雑魚なんで、機動力雑魚なんで。で、ドクーザ出しちゃおうと、一回。よし。さあ、召喚！ドクーザ！わぁ！はい！いけ！あ、毒かけた魔法今。攻撃する？うわ、1200ダメージ、でっか。いや、意外と優秀かもしれんな、こうやって見ると、ドクーザは。で、ねえ、なんか、普通に機動力あるし、遠距離で撃ってくれるから、仲間1人増えたみたいな感じで考えたら、実は強いかもしれん。ちょっと、入れとく？でも、またバグるかもしれん。それが怖いね。それが怖いね、ほんと、この、今回、俺が一番怖いのは。前回バグったからさ、タイガクロ出した瞬間。さて、まあとりあえず気にせず進もう。なんかあるぞ。ドゥン、こっちだよ。これ、ここら辺になんかあるよって証来た。よし、わからんよなこんなん、ほんま。あー、さて、なんとか謎解きくんのおかげでこっちまで来れました。いい、滑って、うーってなんか今男らしい声したよね。ラビッツマリオ男らしいから。ね、はい。じゃあこれ壊しましょう。さあ、スターをぶっ壊して。ここなんかただ広い空間だよね、ここ。ここね。はいはいはい、やっぱそうだよね。そうだよね。なんかあるよねって今使おうと思ったら。よし。OK でーす。さあ次こっち。これか？おー、バレ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 。特になんもねえな、ここ。おっと、なんかあったわ。
特になんかあった。よし。さて、これ目ん玉持ってあそこにぶつけに行く感じか。任しとけ。どこまで行くんやこれ。オッケー。で、一旦これね。ほい。で、目は、目ん玉は？ほい！よし、オッケー。ん？消えた？あれ？あれ消えたって言わ、なんかどれが消えたかわからんて、そんなこれなよ。俺なんかもうノリで進んでるけど全然わかんねえ道が。よし、はい。さあツタ消えて、そこのアイテム取れて、これ何これ、これウェイ、デバフ消える、悪い効果が全部消える。順路がわからん。うん、なこれ、これ何や、A ボタン。 B が水中でのレコーディングに挑戦した時セットとして使われていた潜水服です。なんか水めっちゃ浸水してるな今は。今はゲストたちの新しい家になっています。ゲストもいた、このゲームには。よかった。うわ、ダークミスにダイブだって。やだな、ダイブしたくない。これここから受けれるん、受けられへんわ。あれなんで受けれないんだよ。多分ここが、多分ここ、こういう道やろ。ほら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 、ちょっとやって、よし、ぶっ潰してやったぜ。ねえ、スキルプリズムゲットした。なんだ、レベル上がったか今。ねえ、さあダークミスティダイブ、これもクリアしようか。今日これクリアして終わろうかね。なんかクックルクローに関しては、まあ、次回で俺に続きをやってもらいましょう。さあダークミスにダイブせよ、生き残れ。うえー、生き残れ、6ターンも生き残るの、大変でっちよ、大変でっち、大変でっち。ね、さあ敵さんはまあ全部寄せとくがとりあえず一旦ね、まあ、特になんもないですし、みんな集まってもらいましょう。あ、始まりー。そう、みんな集まって楽しいパーティーが今から始まります。でってででってってんっていうことで、なんかすげえ微妙なとこにおるやつおるけど、ちょ、みんな一回逃げよう。そこビリビリするで、多分そこビリビリするで、ピーちゃんのやつで、ピーちゃんの攻撃、ピーちゃんの攻撃いいね、それ。みんな入ってるで、よし行こう。さあ毒々ポイズンドーン、スーえスーえスーえドーン。ねえ、いい攻撃。これタイガー君これでやっつけれねえかな、これで。いや、残る陰キャこれで決めよう。イエーイ、ボレボレするだろう。お前を、あとはパンチ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 。なんかどこ食らっとんねんな、ラビッツマリオも。なんか知らんけど、なんでなんかしました僕。ちょっとスライディングしとくとこですよ。スライディング、はい、スライディング、やったね。いや、奥のあいつどうしようかな。一発殴っとく、とりあえず。ほら遠いな、やめとくか。もう寄せてから殴るか、みんなでね。このターンにみんなでニートしておこう。はい、ターンエンドニート、ターンニート。さて、うわお、これはやばいですね。一旦ちょっと見て下がろう。一旦後ろ行こうぜ。これ寄せられるかな、みんなまとめて。みんなまとめて寄せられたら、まあそれはそれでいいか。とりあえずみんなで回復しとこう。みんなで回復、仲良しって感じ。待って、これ毒ウサ出してきゃいいんだよ。毒ウサめんどくせえから、毒ウサ出してよ。こいつおとりにしようぜ、うん、こいつおとりにしとこう。なるかな、おとりに。わかんねえけど多分なってくれるやろ。ねえ、また俺たち暇しとこう。ターンエンドニート、よし、ね、出てくるこれ。いや、クックルーや。いや、みんな来て集まっちゃった、あちまりいやー、いっすっげー効いた。待って、死んだ、待って、死んだかもしれません。ワンちゃん死にました。生きてます。ワンちゃん、うわ、生きてる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 。ちょっと待って、これ普通にやばいです。ちょっとこれ普通にやばい、これ普通にやばい、これ普通にやばいって。一旦みんなスライディングしよう。一旦みんなでスライディングして、一旦全員回復しとこうか。一回ちょっと気持ち切り替えよう。ナメブは良くないっていうこと分かってもらえた、みんな。ナメブは良くないです皆さん。はい、一旦ここ下降りて、ね、落ち着きましょう。で、私たちも落ち着いて生きていこうと思います。とりあえずどうしようかな、殴るかって。こいつムカつくし、殴るか。一回
オーラ使っとこう。ハルちゃんオーラ。いや、ドクーザもう死んどるやん、完全に。よし、はい、ジュン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 、ボーン。どっか行け。よし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 。一旦にみんなに帰ろ。もうエッジも帰ろ。もうあいつらキモいから。あいつらキモいから別々のとこ行こう、みんなで。人生別々に生きよう、俺たち。ラビマリも一旦降りよう、みんなで。ラビツマリオどうしようか、一回。ラビツマリオをこの辺に隠れとくか、一回。な。よし。でもちょっとラビッツビーチでみんなの回復させてあげて。あかんわ、みんな。みんな強いわ、こいつら。ふい。よし。よし、キノコも使っとこう。死んでも、死んだらマシ終わるから。ターンエンド。命大事に。どうも、大太郎です。何来る？やっぱおめえが来るか。あっちまれーってする？あっちまらない。よかった。こいつ、一直線に。うわー、うーんちぶりぶり。うんちぶりぶり。よし。上上がるか、みんなで。一旦上上がろう。ちょっと、やっちゃった。回復使っちゃった。まあいいや。集まってもらう、みんなに。これみんな集まってもらう、とりあえず。いやー、このターンでやっつけれるかって言われたら怪しいけどな。集まってもらっとくか、せっかくやし。な。せっかくなんで、皆さん、ご一緒に。よし。ここまで良いですね。で、毒も使っとこう、ここで。こやつら毒効くから。毒で結構ダメージ入ってるもんな、よく考えると。すごい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 。よし。あとエッジとかで殴ったらいけそうな気がしてきた。ここから殴ってもいけんじゃないか、ワンちゃん。いけんだ、それって。ってやつやけど、まあでも普通にいけるか。エッジだけ上行こうか。まあまあ、エッジはマジでエッジだから。よし、エッジはエッジだから。スライディングちゃんとしとこう。エッジマジよろしく。エッジエッジ強い、エッジ強い、エッジ強い。こうエッジの攻撃でやっつけよう。もうどこ攻撃しとんでーす。どうも。ちょっとねえ、何してらっしゃいますの、あなたは。あなた様は何してらっしゃいますの、本当に勘弁してくださいよ、それ。めっちゃビビったわ今俺。そんなビビることあるって。ビビビったで、今先生ターンエンドしときましょう、これで。はい、また来るか、やつが来る。引き寄せる、引き寄せない。何回出てくんのこれ、ほんま強すぎるやろこいつら。いや、こいつ2体ずる。寄せるな。まだ来る。おい。まあまあミーヤ下、今まあまあミーヤ。マジかミーヤ。よし、これ大丈夫。ここ範囲入ってないっすね。範囲入ってないっすね。でも奴らには入ってるね。よし、これ殴っとくか、とりあえず。せい、よし、全やり、一旦逃げよう。ラビッツマリオが一応体力やばいから、ここ行って、もう回復溜まってない？よし、じゃあみんな回復。エコですね。エコですね。これどうしようかな。ここで いけるかな。うん。一旦これカウンターするやつだけ入れとくか。ターンエイドだ。いや、でも引き寄せられるか、これやってもうたな。すいませんでした。じゃあでも、あ、痛い。死んだ、全滅、大丈夫。カウンター切りした、今シュパイーンでした。シュパイーンって。あ、うまい、やばい。また普通にやばいことだった、これ。あが、一旦また逃げよう、みんなで。これ重すぎる、マジで重すぎる、このステージ。これどうしようかな。一旦この2体やっつけときたいから、一旦これやっとく。ラビッツマリオはマジ優秀。せい、あと何ターンで、あと次のターンで終わったら勝ちか。よし、もう絶対勝ち。これは絶対勝ち。もうこれみんなで逃げて、ドクーザ呼んで、あいつ攻撃しといて。ドクーザちゃん、
はい、グーン。は？あー、全然外したと思ったけど、外したかった。毒にしたんだな、今。状態異常、毒入れて。で、これどうしよう、エッジ。俺たち、逃げられるかな、エッジ。助けてー、助けてー。ラビッツピーチは死んだ。うん、間違いなく死んだ、ラビッツピーチは。間違いなく死んだけど、まあまあそれはそれで、まあいいやろ別に。誰が生き残った勝ちや。 GG GG です。これ寄せるな。落ち着けてね。やめ、死にます。ピーチです。やめてくれ、痛い。あー、え、大丈夫かこれ本当に。ラビッツマリオ缶。よかった、寄せてない、寄せがない、寄せがないってことは勝ち。危なー、やばい。おー、シュリボーン。いや、ごめん、しんどかった。なんだよこのクエスト、むずいわ。よし、というわけでクリアでした。ナイス。なんでこんなむずいんやろな、この耐え忍べ系って。耐え忍べ系、メンツが悪かったわ。やっぱピーチいる、耐え忍べは。ラビッツマリオも欲しいけど、ね、ピーチ絶対いるわ。ほんとにマジ強いもん、あいつ。じゃあロゼッタだな、むしろロゼッタ。ロゼッタ、ピーチ、必須義務。ということで、これ、噴水山。テラフローラの花たちは常に枯れることはなく咲いているのは噴水山のおかげ。その名の通り、噴水山からはミネラル豊富な炭酸水が絶えず吹き出しており、この星の至るところから恵みをもたらす。この星で花を楽しむことができるのも噴水山の、噴水山の水があってのこそです。だって。へえ、だって。説明できないもんな。ねえ、テラフローラの機関士サリバンが私に興味を抱いた理由は、どうやら私が宇宙船の AI だということは関係ない。サリバンの交流を通して、私は仲間たちの感謝とは異なる感情を手に入れたようなのですが、この感情は今の私はうまく、分析できませんでした。って、よくわかんない。結構気に入っとんのか、もしかして、あの、機関士のこと。ねえ、ラブラブなれよ。知らんけど。はい。というわけで、じゃあ皆さん、今回はここまでにしたいと思います。マリオプラスラビッツギャラクシーバトル。さあ、噴水山のね、途中までやってきました。次回でこの噴水山登りきれるかなと思うんですけど、果たして、どうだと思う？わかんないっす。ね。ラビッツマリオくん、ちょっと最後死んで、ちょっと不機嫌かもしれへん。はい。ご機嫌でした。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。おっとぽよ。